信子、これ見たがってたんだよ。どうなってんだよこれ。かの有名なウィリアムノテルさんは子供の頭の上のリンゴを落としたが、あれはドンパッチリの目焼きだ。ところがこの手裏剣投げは目が見えません。それでウィリアムさんの上を行こうと。やろう、こんな本職持ってやった。どなたか的になるような方はいらっしゃいませんか。そこの反転のお兄さん、さあどうぞどうぞ。やるやるやる。よし、やっけ。花子、拍手喝采をお願いいたします。姉ちゃん頑張れよ。目が見えんじゃねえのか。おい、インチキじゃねえのか。見えないけどめだ。困ったよ。大丈夫だよ。これでようござんすか。ではまた始めましょう。スタート。頑張っていけよな。良い彫り物ですね。大事にしてください。止まっちゃったんやからね。
食いついてやるよ。あれ、信子じゃないかい。おい、どうした。おい、何だ。おい、すごいじゃん。おい、兄貴、兄貴、兄貴。おい、いいですか、これで。そんだそんだ。ゆっくりだ、ほら。おい、待って、ゆっくり。竜の入れ墨はもらった。必ず皆殺しにしてやる。尻尾の次はと。聞いてこっちやら。あれさん、あれさん、これはオードライクの仕業に違いありませんぜ。そうに決まってなさ。あれさん、やるでしょ。あれさん、やるってことないよ。今まで黙っていたけど、寄せ場で黒い猫に襲われる夢を何度も見たんだよ。とんでもないところで恨みを買って呪われているかもしれない。それも私ばっかりじゃない。私と同じ登り竜を背中に背負ってるあんたたちも狙われている。のぶちゃん、苦しかったでしょ。許してちょうだい。